あの平野くんが乗ってるバイクの後ろに乗りたいんですけど、すごいな。どうやったら乗れますかって。贅沢すぎない？贅沢だね。バイクにいつも乗ってたりとかするんだったら、バイク、まあ、好きで結構、うん、はい、乗ってたりはしますね。で、休みの日とかなんか行ったりとか。そうですね、僕の後ろに唯一乗ったことある人物が一人いるんですね。まあ、ケイシーなんすけど。めっちゃ安心感けど、すごいっすね。なんで、あの、そこそこのニーグリップと肩手を置いてもらえば乗れますよ。ちょっと今やってみればいいじゃん。ちょっと、あ、いいじゃん、いいじゃん。いいよ、いいよ、バイクっぽいじゃん。いいよ、いいよ、バイクっぽいよ。あ、いいよ。ニーグリップね、ニーグリップ。まあ、程よくのニーグリップ。それ女子のやつだ。それ女子の肩だよ。おお。弱いっすね。弱い。実際のニーグリップ見せてください。バイクとかの運転はやっぱ自信があるんで、全然あの安心して乗ってもらえる。でも最近は結構バイクに乗ることが多いですね。季節的にもちょうどいい時期になってきたので。まあ朝だいたい9時ぐらいにおじさん仲間たちと集合してお昼ご飯を食べに行き、で目的地決めて行く感じですか、バイク。そうです、だいたい一番年長のおじさんが一人いるんですけど、うん、はい、その方がだいたいルートとご飯屋さんと調べてくれて、はい、でみんなでバーって行って、みんなでワイワイしながらご飯食べて、でちょっとまたバイクに乗って移動して、はい、スイーツ食べに行って、え、かわいい。結構可愛いんですよ。みんな甘いの好きなんですか？みんな甘いの好き。まあでも絶対こう誰が買うかっていうのは男気じゃんけんで決めるんですけど。